我が家の新幕でございます。はい、新幕。しかも新作テントでございます。 AT フィールドピン、いや、それ展開してんじゃなくて、こじ開けてんのよ、それ領域展開。これ違うでしょ、絶対、どう見てもアンプリバブル、アンプリバブル遊んでんなぁ。すごいね、めっちゃハンマーかっこいい、マジで。いや、完全にやってんな、それ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは、こんばんは。ニオンチャンネルです。です。すごい風が気持ちいい。暑いっす。でも今ちょうどいい感じの日陰にいるよ。そうだね。うん。ここはね。そうだね。うん。そうなるよね。なんか芝が気持ちいいとさ、寝そべりたくなるよね。やりなさい。ん？やりなさい。止めないからやりなさい。ん？さあ、それじゃあ、本日は、なんとニオンさんが、ニョンさんが、はい、魔法少女になるということで。どういうこと？違うよ、いつもタケルさんがこうやってやるから魔法を使ってくれるから、うん、そこ行きたい、まさか振られると思ってないから。なるほどね、これってことね。あ、そう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 、行くよ。いいよ。え、はい、来ちゃったね、ついに我が家に。異世界から届いたよ、ものが。届いた。我が家の新幕でございます。はい、新幕。しかも新作テントでございます。超久しぶり、新幕。はい、悩んだね。新作だからまだね、うん、あんま持ってる人少ないんじゃない？見たことはまだない。うん、うん、やっぱ異世界ほどの遠くから届くと、やっぱあれだね、ちょっと穴とか開いてるね。距離遠かったから。あ、そっか。次元をワープするときとかにちょっと穴開いたのかな。映さないであげて。そうだね、うん、忙しいから、向こうの人も。向こうの人、異世界の人ってこと。そう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 。実に1年ぶりぐらいですか。うん、しかもこのテント、なんと今流行りのドームテントをツールームにした仕様のテントらしくて。ほう、マジで？とドームテントなのにツールームみたいな。ラーテルワークさんですね。うん、のボーデンっていうタイプの新作のテントです。ラーテルワークさん好き。先月発売。あ、そうなんだ。うん、先月発売して一番最初のロットで届いた。ありがとうございます。はい、開封と設定していきましょう、うん、やっていきましょう。じゃあ今日は鶴の里キャンプフィールドさんでやっていこう。何が出るかな、何が。いや、何が出るかは知ってんのよ。知ってんのよ。このさ、やっぱさ、テント入ってるさ、ケースとかもちょっとワクワクじゃん。あー、そうだね。あーっと、そこ別にそんな勢いよくやんなくても。あ、いや、手にくっついて取れないやつ。いい？ひと思いに開けちゃって。いいよ。全然ひと思いに開けれてる感じないけど。あーっと、ひと思いにいった。いや、手にくっつく、そして。どうしよう。何が？ナイフ欲しかった？いや、私というナイフがいるから大丈夫。ん？それと、出川哲郎の切れたナイフぐらいヤバいやつだ、それ。よし。ああ、おう、もう色がかわいい。一応ですね、グレージュっていうタイプの色です。あの、二色展開なんだって。で、そのうちのグレーの方。二色展開？うん、領域展開。ん？どうした？うちはテーブルもラーテルワークスさんだから。そうだね、私それでラーテルワークスさんっていうメーカーを知った。知ったのか。あ、なんか持ってたよりちっちゃい。うん、ね、そうだね、ちっちゃいね。奥田さんより、あ、でも、わ、これ何キロなんだ、重いぞ。それ最初だから重いんじゃないかな。なんで？ラーテルワックスさんってさ、すごいのよ。あの、ハンマーからペグから、なんなら単造のペグから全部ついてくんのよ。え、そうなの？うん、でもさ、
それテントのバッグとかに基本入れないじゃん、普段持ち歩くとき。だから単造ペグ分とハンマー分軽くなるから、それだけでも結構軽くなるんじゃない。はい、勢いどうした。AT フィールド展開。いや、それ展開してんじゃなくてこじ開けてんのよ、それポール、なんか3種類ぐらいあるんだけど。3色？あ、そうなの。ポールバッグ別にして持ち歩けば軽いんじゃない。確かにね。しかもポールバッグ別にするってことはさ、テントバッグに余裕できるからさ、撤収の時楽に入るんじゃない。わかりやすい、見て。お、取扱い説明書。あ、わかりやすいね。私の取扱い説明書はどこだ。ちょっと一緒に事故りたくないから。最近あれだよね、事故るの避けるよね。おお。あ、これか。それちょっと開けてみてよ。お、あ、かわいい。すごいね。こんなセットついてくんの。見て、かわいい。かわいい。お前の方がかわいいよ。すぐ言う。これガイロープだね。そうだね、それガイロープだ。2、4、6、と10本入ってる。で、ハンマーが1つ。え、めっちゃハンマーかっこいい、マジで。あ、へこがちょっと。ほら、めっちゃかっこいいじゃん。しかもそれ立つやつじゃね。ちょっとそこはちょっと、いや、ちょっと、立つとは思うんだけど、ちょっと芝が斜めである。で、芝の上には立たんべ、さすがに。超かっこいいんだけど、しかも吊るせるし、めちゃくちゃ分厚くね、これね。え、しかも長い。すんげー分厚い。と20本かな。絶対ポールとペグとハンマーの重さだったんじゃない。うん、だと思う。シートだけだったら軽いんじゃない。これはまあね、別に一緒に持ち歩く必要はないと思うから。どうする、一旦もったいないから、うん、ペグはいつものペグ使う。いつものペグ使う、うん、あ、でもガイロップ使うよね。あ、そうだね、うん、ハンマーは。ハンマーもいつもの使う。あ、オッケーオッケー。それはとりあえず取っとくってことね。じゃあ一旦オッケー。これどうやってやってたっけ。嘘でしょ。よし。ああ、やばい。あ、あいつごまかしただろう今。領域展開。置いときゃどうせ旦那がやってくれるだろう的な空気で置いといただろう今。ん。何がみたいな。よし、やっていこう。選手交代しました。領域展開。これ違うでしょ、絶対どう見ても。どう見ても領域展開の流れじゃなかったでしょ。え、違うの。で、まずは。まずは。広げていきましょう。お、どういう向きだ。寝室があれだって言ってたよね、広くて。リビングが細長くなってるって言ってたね。結構でかい気がする。なんか大きい感じするね。大きい、長い。長い。奥田さんは丸かったもんね。うん。あ、でも奥田さん広げた感じと比べたら小さい感じするね。はい、広げました。はい。横幅がだいたい4メートルぐらいみたいです。奥田さんの幅だっけ。 4.64メーターってことはあれだよ。俺がだいたい2メーターだから、俺2人分。あれ、撮ってる。ああ、すみません。すみませんでした。撮ってた。はい、じゃあ続きまして、こちらです。でんでてん。ポールが7本。はい、7本。使うみたいです。それぞれ分けてみたんですけど、すごいわかりやすい。色がついてますね。シルバーがドームに使うクロスポール。うん、そして、緑が、バックポールだったっけ。バックポールです。はい、一本だけね、一箇所だけ色が違うんだよね。うんうんうん。で、で、これ曲がってるポールがあるんだよね。がフロントポール。はい。で、これがセンターポール。はい、赤色がね。で、
で最後に2本両サイドに入れる、これがリッチポールですね。リッチポール、はい、はい、じゃあちょっと入れていきましょう。はい、やったってください。いや、足りましょう。じゃあまずはクロスポールを入れていきます。あ、こんな手前で出てくるんだ。前に持ってたフィールドアさんのトンネルのテント、ここを入れたらさ、こうやって入れたらここに一つなんか、なんていうの、あのリング状の筒みたいなのが入ってて、ここでボコってなるようになってたんだよね。だからこのつなぎ目つなぎ目一回一回全部で引っかかるみたいになってたんだけど、このポールは入れちゃったらもうつなぎ目わかんないぐらいフラットなんで超入れやすい。じゃあ次、リアポールいきます。はい、あ、暑い、もう飲みたい。アンビリバブル、アンビリバブル。遊んでんな。でかい。だってほら、ここ足もね。いくよ。イオンチャンネルの長さでちょうどうちら2人分入る。そういうことだね。わかりやすかったね。わかりやすいわ。そっち側で受け取ってみようかな。これスルスル入ってくる。暑さにやられてるニオンがいる。あ、その顔やばい。あ、やばい。あ、かわいいじゃん。あ、やばい。やばい顔してる。あ、かわいい、かわいい。で、あ、危な。はい。おー、いいね、いいね。はい。はい。これでリアポールがつきましたね。続いて、フロントポールだね。次、前行こうか。飲む？いやー、誰で一本飲むか。オッケー。はい、夏の爽快、キンキンに冷えてやがる。乾杯。飲みましょう。飲みながら設営します。キンキンに冷えてるって素敵だね。やっぱ冷蔵庫効果だね。いや、冷蔵庫に入れてないんだこれ。冷蔵クーラー。そうだろ。ないただきます。うまい、うん、うまい。めっちゃ減り早い。すっごい減ったら。じゃあ続けてやっていきます。続きまして曲がったポール、フロントポール入れていきましょう。この曲がったポールを、曲がったことが大嫌いなニオンさんが入れていきましょう。パクってんのよそれ。いや、曲がった、曲がった。ああ、そういうことね。いや、完全に S のポーズだったよね今ね。え、曲がったポールのマークじゃないの？ あ、そういうこと？決して S をやったわけじゃないぞと。いや、完全にやってんなそれ。完全に斉藤夫婦さんリスペクトだ。押し負けてんな、縦は。これでどう？おー、いいぞいいぞ。そういうことよ、要するに。はい。ちょっとボール持たせて。足が、はい、はい、当たった。こっちやったのか。いや、思ってたより自分の足上がんなかった。またあごうと思ったらまた上げなかった。足短いくせにそういうことするからだろ。股関節、こういうことになるわけだね。こういう感じだ。なんかね、設営方法に書いてた。一回放置するから、ビーンって伸ばすんじゃなくて、ちょっと戻しとけば、立った状態になってるよって。
これでいいんじゃない？これどういうこと？どうやって入るんだよ。ついにセンターポールを入れていきます。今度は赤です。これは青です。何の話？あ、いや、惜しい。よし、入れます。はい、あれね、上通すんだってさ。え、ちょっと無理じゃない？これちょっとキュッとやるとさ、ほら、上通るぞ、あれ、ほら。あ、本当だ。テクニックよ。前からね、こうやって入れていくんだけど、後ろを先に刺すんだって。このね、後ろを先に後ろをね、先に刺せばいいわけよ。ピャン。さすがに背ちっこいから無理だろう。はい、こういうことよ、要は。はい、こういうことだね。はい、はい、後ろを刺してから前を刺すと。で、前はここじゃなくて、ここにありますんで。あ、そうなんだ、そんなとこにあるんだ。刺して、テンションをかけると。あ、テンションっていい？ほら、こうやって。はい、ほら、キューンってなるから、そしたら。なるほどね。で、これを前に戻す。風の谷のナウシカって感じじゃん。今度横ポール。はい、これ リッチポールってやつだね。ここのやつだ、横のとこだね。ここに真ん中に通すところがあるんで、ここをまあ通しちゃうと。はい、シュッ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 と先っぽのところに行ってさ。うん、これやればいいじゃん。うん、でもこっちからテクニックでやるから、ほら、いいでしょ、ほら、ほら、おー、いいじゃん。おー、通った通った。よし。おー、来た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 。テクニシャンだな。これがテクニックよ。あ、これかな、じゃあ入れるところって。ぽいね。ぽいね。パチンと。これも、あ、これ止めていかないと。クロスの部分。クロスの部分がね、マジックテープだからさ、パチンで手痛くもなんないし、簡単だからいいよね、これ。で、前の方は？前も一緒だね。ここに入れて穴っちょに入れてテンションかけると。とっ、うっといし。で、もう片方も一緒ですね。うん。あ、できてねえぞ。うし。できたのか。うし。うん。できたことにしてんだな。オッケー。できてないのこれ。いや、できてるじゃないの。できてるでしょ。はい、じゃあパチンパチン止めていこう。私嫌いなやつだ。止めるのは嫌いじゃないでしょ。外すのが嫌いなんでしょ。いや違う、止めるときに手挟むのよ。え、どんな不器用なんですか。ここにここ挟むの。ここにここ、ここにここを挟むの。これも全部。ああ、大丈夫か、身長足りるか。あ、もう余裕だよね。おお、さすが165センチ。いや、誰が2メートルなんだ。かっこよくね。かっこいい。色迷ったんだよね。うん、迷った、めっちゃ。なんだっけ、グレージュと、なんだっけ、もう一個茶色っぽいの。コヨーテじゃない。コヨーテか。うん、オートサイト入るよ、これ。オートサイトは全然入るよ。なんでね、オートサイト入れば何の問題もない。だってこれだけなんだもん、パートイラーズ。もう全然奥田さんより小さいんだよ、これ。マジで？ただデッドスペースがないから、奥田さんより中は広く感じるかもしれない。寝室あるから余計だね。うん、で、そういうこと言ったら俺奥田さんに怒られる。そうだね。うん。悲しむから。すいませんっつって。奥田さん、すいません。奥田さんのこともちゃんと愛してます。オッケー。しかも独立型でございます。一切ペグを使ってませんが、立ってます。で、独立型のいいところは、ここまで立ててから移動できるってことなんだよね。ああ、持っていけるってこと？うん、やっぱもうちょい離そうかなみたいな。じゃあペグ打っちゃうよ。ああ、オッケー。今回はとりあえず
我が家でもともと使っているチタンペグですね。チタンペグを使います。はい、お願いします。はい、これ便利だよね。便利。これワークマンさんで売ってます。今でも売ってんのかな。売ってると思うよ。一回一回取りに来なくてもぶら下げてられるから。こうやってね、中勤の人みたいになってるよ俺のペグを打ってる姿に見惚れてるのか。あの無音で使いたいんで喋らないでもらっていいですか。あ、すいませんすいません。で、このテントのまたさらにいいところ、スカートを打ち付けることができます。あ、なるほど。まあ高校、まあ、両方一気にいけるよね。今別に打たないんですけど、こういう方法もあるよっていうことだね。そう、これを打ち付けれるようになってて、風強い時とかね、外の風を防げるようになってて、多分冬も使えるテントなんだと思うんだよな。冬使えるって言ってた。うん、誰が言ってた。あの公式。あ、マジでか。うん、ラーテルワークさん公式で。まあ、それが北海道の冬って言っているのかどうかははてさてのところだけど、うちでもねこれを使っていく上で、冬でもねちょっと一回使ってみようかなっていうところで、うん、ペグはとりあえずですね、多分本来そのポールのところで止めるんだろうけど、うん、独立型だから四つ角しか止めてません、今ね。うん、でも別に十分。なんならガイロープもつけておりませんが、このまま全然使えそうです。ではじゃあこれでいきますか。うん、はい。でまたこれに特徴があって、ここにループがついてるんですよ。うん、それガイロープの違う。普通さ、くる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 って巻いていくじゃん。うん、ハーフメッシュにできるの。いいね。ここで止めれるんだよね。換気したいけどちょっと中見られたくないみたいな。そうそう、だから下半分だけメッシュにするみたいなことができるんだよね。すごい面白いよね。じゃあせっかくだし、ちょっと開けていきますか。ちょっと見て、かわいいんだけど。ファスナーこれよ。かわいい。かわいいな。あ、しかもすっごいしっかりしてるファスナー。そっちハーフで、逆側は全メッシュにしよう。ハーフメッシュって面白いな。はい、ハーフメッシュしてもらいました。いいじゃないですか。ちょっとまだね、今出したばっかだからちょっとシワシワにはなっちゃってるけどね。これはいいぞ。ただね、この膜が発売したばっかなんだけど、うん、販売期間が今年の12月何日かまで。じゃあその後は再販するかは決まってなくて。あ、そうなんだ。だからもしかしたらまた奥田さんみたいに手に入らない膜みたいになるかもしれない。うん、後ろ開けてもらいました。後ろのメッシュ面白い開き方だね。これすごいね、なかなかの全開きだね。うん、なんか後ろから見たらミニマルワークスさんのテントみたいだね。ちょっとわかんない。わかんないか、うん、ドキキャンプさんのテントみたいだね。ちょっとわかんない。わかんないか。うん、すごでかっ。メッシュすごっ。めっちゃでかいな、マジで。でかいね。続きまして、何箇所刺されたか選手権。大丈夫。大丈夫か。うん、これ多分グランドシートかな。っぽいね。ガッチャマン。全然広がらなかったぜ。広いな、テント。とりあえずベンチレーション開けるか。あ、そうだ、中から開けれるって書いてたね。そう、こっから開けれんのよ。ほら、こっから立ち上げれる。めっちゃ便利。うん、開いた。開いたけどメッシュだけしとくか。で、ここも開けるけど、開けてベンチ立ち上げて、でメッシュすると。よし、じゃあインナーテントをつけよう。グランドシートもついてるってありがたいね。ね、最初からついてるってすごいよね。別売りとかじゃないっていうのがまた、うん、優しいよね。カチッてするやつ。カチッてするやつつけていきます。4方向ですね。4方向いや、6方向。6種なの。うん、まあでもいらないと思うけど、 4方向でいいと思うけど、全部をつける必要はないと思うんだよな。それ
あえず今日は一個抜け漬けで、うん、できてきたね。はい、配信室完成。完成。そうか、外からだと全部開くんだ。で、中からだとメッシュにもできるんだ。じゃあ一回中入ります。はい。いなくなりましたね。おお、こんな感じね。なるほど。朝起きた時いきなり開けるとかじゃなくて、とりあえずメッシュにできるんだ。素敵。こんな大きくなくてもいいかもね。2人だからカンガルースタイルでもいいかもね。こんなに大きいインナーテントじゃなくてもいいかもね。私的にこの収納ポケットあるのはすごく嬉しい。え、でもさ、カンガルーにしたらさ、そっちもっと広く取れるってことだよ。いやでも寝室は広いに越したことはないよ。窮屈で寝るよりは。なんでインナーテントもオールメッシュできます。終わりました、設営。お疲れ様でした。いやー最高ね。めっちゃいいね。最高オブ最高だね。うん、言うと思った。キングオブ最高。言うと思ったよ。いやもう最高オブザイヤーですね。大丈夫です、ね、大丈夫。思ってたよりすごい良かった。いやすごい、あ、間違えた。すごい良かったっすね、本当に。本当ね、すごい良かった。うん、すっごい良かった、うんうん、すごい良かった。あっちの方がすっごい、あっちの方がね、すごい、すごい。やるじゃないか。寝室が広すぎてどうしようみたいになってる、ね、寝室めちゃくちゃ広い。びっくりした。うん、リビングもある程度広いし、幅がすごい広いよね。通常で幅が4メートルあるんですよ。で、両サイド跳ね上げれるんで、跳ね上げちゃったら軽く5メートル超えるんだよね。もうタープだよね。別に跳ね上げなければ跳ね上げないで、スクリーンテントとしても使えるんで、うん、虫対策をしながら楽しむことができる。素晴らしいです。しかもフォルムがかっこいい。今流行りのドームテントをツールームとしてドッキングさせた、ま、進化型のテント、新作テントだからすごいかっこいいね。かわいい形。うん、こんなんだもんね。だってね、いやもうこれも嫌だから。ああ、そうそう、そういう感じよ、うんうん。でなんかね、思ってたよりポールの数多かったけど、めちゃめちゃ立てやすかった。うん、立てやすい、立てやすい。びっくりした。多分慣れたらパワーパッド立てれるよ。いけると思う。うん、新しい家族ができました。はい、名前考えましょう。ボーデンだからどうしましょうか。なんかありましたらコメントに入れていただければ、ね、うんうん、なんかいい名前あったらよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは本日の動画はここまでということで、はい、これからキャンプするんですけれども、うん、それはまた次回、はい、次回よろしくお願いいたします。はい、我が家の動画がいいと思った方は、はい、チャンネル登録、はい、高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは。あらやってるね、小声。耳元で俺がなんて言ったかはもうみんなバレてるから、うん、バレてる。そうだね。はい、それではまた。皆さんありがとうございます。じゃあまたね。